中央リニア新幹線2027年開業予定がもう目処がつかなくなったということで延期を正式表明したということで、 JR 東海はですね、本日2027年目標としていたリニア中央新幹線の品川名古屋間の開通がもう絶望的ということで発表正式表明しました。以前からですね、静岡県の川勝知事と JR 東海揉めに揉めまくっておりまして、いろんな難癖をつけてですね、リニア中央新幹線の工事を妨害しているのはこの川勝知事です。皆さん名前覚えておいてください。この中にですね、静岡県民の方いらっしゃったらですね、なんでこの人が問題行動しているのか、何が問題なのか、ぜひですね、リコールなり落選活動なりをしてほしいなというふうに思っております。そもそもですね、リニア中央新幹線静岡区間ですね、一部南アルプスのあたりをですね、ちょっとだけちょろっとかすめるみたいな感じで駅が作られないということで、まあそういったところになんで静岡県は水だけ取られて駅作んねえんだとかね、そういう難癖をつけて静岡県には何の利益もないと。いや、リニア中央新幹線って国全体のことを考えて作るもんなんじゃないですかっていう話なんですけど、絶対に許可を下ろさないみたいな感じでですね、この人も4期も勤めて、4年かけるの 4期なんで16年近く勤めていて、5期目も出るなんてアホなこと言ってる人なんですけども、本当ね、ちょっと腹は立ちます。ということで、静岡工区ですね、の着工が遅れているためですね、他のところは全部全区間着工 90% 以上着工してるんですけど、ここだけが足を引っ張ってて2027年開業は絶望的。しかもですね、その後目処は何年までできるかの目処も立たないということでですね、とんでもない事態になっております。前回ちょっとリコールされそうになってですね、態度も軟化してきていて、開業条件付きで認めるなんていうね、発言も出てきたりしておりますが、未だまだ許可が出ておらないということで、まだ静岡県工区のですね、建設工事は始まっておりません。完全にこちらがボトルネックになっております。これ開通すればですね、約40分で品川と名古屋を結ぶ。これまでですね、90分ぐらいかかっていたところが、半分近くになるということで、非常に高速化されるわけですけれども、よく東南海地震でね、津波の影響あるんじゃないかとか、日本の大動脈ですから東海道新幹線止まるようなことになるとですね、経済にも大きな影響を被るわけですけれども、まあ、それのバックアップ手段ともなり、さらに高速で結べるということで、非常にメリットがあると、国全体のことを考えるとメリットがあると思うんですが、まあなんかね、いろいろ昔から静岡県と JR 東海仲が悪いらしく、望みが静岡県内一本も止まらないとかですね。でも JR 側もですね、リニア中央新幹線が開通した暁にはですね、静岡県内への新幹線の停車回数を増やすとかですね、そういった情報案も出てるんですが、もうね、しこっちゃってて、本当にバチバチの状態にあるわけですけど、これ一番問題なのは何か。リニア中央新幹線に使われている、まあ、世界でも有数の技術である、超電導磁石ですね。超電導磁石での新幹線というか、リニア中央新幹線が今回初めて、世界で初めて実用路線として実装されます。すでにですね、宮崎から山梨に移って実験線実用に耐えるということで、今実用路線がですね、建設されようとしておりますが、JR 東海のリニア中央新幹線は500キロ以上、時速600キロぐらいのですね、近くまで出るとなっております。これは超電導磁石を使っております。今はですね、気体ヘリウムで、超電導になる、いわゆる低温超電導という一番最初の時期にですね、作られた超電導磁石を使っておりますが、もうすでにですね、日本超電導技術でも世界をリードしておりまして、いわゆる高温超電導と言われる、液体ヘリウムじゃなくてですね、液体ヘリウム、温度で言うとですね、液体窒素77Kということで、まあ、絶対0度から77度上なんで、摂氏で言うとマイナス180度近い温度なんですけれども、こちらでも超電導になる物質が発見され、実はこの低温超電導の合金はですね、イットリウム系の合金ということで、まあ、金属なんですね。ただ高温超電導の洗剤というのはですね、ビスマス系と言われるセラミックに近い性質のものを使っているので、洗剤にする、ワイヤーにするのがすごく難しくて、まあでもそれも成功して、それの接合技術というものもですね、開発されて、なんと液体窒素を使った冷凍機でもですね、
超伝導状態が維持できるというような技術も開発されつつあって、まあ、近い将来、リニア中央新幹線もこの技術を使ってですね、安価に超伝導新幹線を走らせることができるとなっております。で、この超伝導技術が何が大事かっていうと、実はこれ夢の発電所と言われているですね、夢のエネルギー源と言われている核融合ですね。なんとですね、まあ、今一番有力視されているのはトリチウムというのと重水素というのをですね、核融合させてヘリウムと中性子を取り出すっていう、まあ、トカマク型の、まあ、アイタってところでやってるんですけども、トカマク型、ヘリカル型というですね、超高温のですね、プラズマを磁場に閉じ込める技術を使って実装されつつあるわけですけれども、この磁気閉じ込めに使われるのが、この超伝導磁石、高性能の超伝導磁石なんですね。日本はリニア中央新幹線、おそらくドル箱になるでしょう。今、東海道新幹線も JR 東海のドル箱なんですけれども、このドル箱の路線をですね、維持できる。だからこそですね、人材も確保され、各企業もですね、超伝導技術に対して投資をして、サプライチェーンを形作りつつあるんですね。当然2027年の開業を目指してやってるわけですから、それに向けて皆さん設備投資とか人材確保とかですね、技術開発を行ってるわけで、静岡県知事の川勝のおかげでもう全て台無しなんだよこれ。もうね、静岡県が儲かんねえとか言ってる場合じゃなくてですね、これ日本の国益の話なんですよね。もういろんな技術で、例えば AI の技術とか IT ね、ガーファムに全部やられてしまってる、こんな状態の中、 IT ではもう完全に日本は敗戦している。そしてこういったものづくりの分野でもですね、スペースジェットの失敗もありですね、もうロケットだって本当に崖っぷちですよ。ということで、日本ってやっぱり技術立国だと思うし、イノベーション大国だと思うので、ここで超伝導までこの静岡県の一知事のですね、わがままで、亡くなってしまうってのはちょっとおかしな話なんで、そろそろね、ここはね、岸田首相もね、ガツンと言ってあげてください。国もガツンとやるべきです。普天間基地から辺野古への移転問題なんかもね、ガチャ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 、沖縄県知事のデニーとかがね、ごちゃごちゃ言ったりとか、左翼の奴らがガチャ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 言ってますけど、ほんとさ、じゃあどこに移転するんだよって話なんで、今普天間基地で問題が起こってるから辺野古に移転しようっつってんのに、お前じゃあどこに移転すればいいんだよって話なんだよな。だからそういった、まあ、ノイジーマイノリティの言うことを聞いてたら国が滅びます。皆さん、これは決断の時なので、みんなでね、静岡県知事落選させましょう。いっとるしゃい。